土門、花宮ネクです。いい、ファナスタシスをやっていくぞ。今回はアルカム平原を攻略するぞ。前に来た時はあまりに凄惨な現場と、処刑人シュミットっていうくっそ強そうな名前にビビって帰った気がしないでもない。多分、まあ今となっては余裕やろ。何が処刑人だ。正義の刃、覚悟しろ。秘密を守ってる警団しか、秘密ってのは明かされてこそだからさ。っていうか今更だけど、こいつが処刑人三兄弟の最後のメンバーかしら。うん、雑なスラッシュで1700ダメージ。セラさん最高やで。え、シュミットの鍵を手に入れた。こいつ鍵持ってるやん。つって懐を漁るあまたくん、見たくなかったよ。じゃあ家を漁るね。あ、バクホリ君の最後の記憶だ。まあ近くに死体があったもんな。カノンの棺の地下の溶岩地帯にも記憶があったし。どんな紆余曲折な人生を。記憶揃ったし後で見よ。ほう、狼に縄張りがね。ミルトンにお宝ってあったっけ。実用的な装備と食べ物まみれでしたけど。しかし BGM がいいな。犬を殺したら狼を誘導できるとな。このゲームは犬が死にますって書かなきゃ。で、この黒ずみゾーンが縄張りかしら。やっぱりな。急にめちゃくちゃ暴れ出すじゃん。一回戦ってみるか。待て待て、思ったより装備がしっかりしとる。狼が二足歩行してコンボを持ってるの、なんか嫌だな。まあ普通に勝てますと、序盤に来れるマップだろうしな。あら、こんなところに簡素な小屋が。シュミット君の家だろう。上がらせてもらうで。やっぱり三兄弟だった。誓いのコインをゲットだぜ。これで3つ揃ったけど、どこかにはめるとすごい宝がもらえたり。歯医者さんの記憶もコンプリート。後で見ようね。じゃあせっかくだし犬を倒してみるか。うわ、怖。犬じゃないだろこいつ。犬が死にますって注意書きいらねえわ。うおー、日会になった。狼どもも喜んどる。一生肉が消えないんだけど、もしかして無限か。ヌラネトって無限食材なのか。トリコのビリオンバード的な。ふーん、ホーマが始まったら関所が消えた。確かにミルトンから関所に行こうとしても土の壁しかなかったな。ええ、道を間違えた。もしかしてバカの思念か。それとも幻覚的なやつを食らってんのかな。なんだこの可愛い会話。一応はお頭に心当たりがあるんだが、もしかして。あ、やっぱりルピちゃんって文字が見えたぞ。ルピちゃんが盗んだけど趣味が合わないのでかかしに。かわいそうだろ。せめて売れよ。狙われ率アップの服は使いどころありそう。おお、国労団のアジト、ルピちゃんの家だ。あら、また本人しか開けられない扉だ。セキュリティ式、後で連れてきます。
へえ、ホラーな。何をやってたんだ黒狼団。ほう、下水から侵入。ルピちゃんが死んだ原因になった仕事か。ああ、雷魔法でしびれてら、ルピちゃんもじゃれ合ってるじゃん。いい職場だな。何、黒狼団の先手が出現。黒狼団への忠誠心がすごすぎて、魔物化の姿が狼に引っ張られとる。ルピちゃん愛されすぎだろ。あ、生魚を落とした。食生活も狼になってない？あ、ここに繋がってたんだ。ああ、なるほど。確かにこの壁だけ苔が生えてないわ。はい、ルピちゃん連れてきたよ。開けて開けて。ちょちょいのちょいっと、ほら、開いた。めっちゃ可愛くて好き。ルピの貝殻をゲット。貝殻といえばミルトン魔法具の貝殻を連想するけど、さすがに関係ないか。SP チャージ率 30%、 これは使えそうだぞ。あまたくんに持たせて SP をコツコツ貯めるのもありや。あ、副官か。それかルピちゃんに危険情報を渡しちゃった新人か。死体すぎて後追い自殺してる。ルピちゃんを見て動揺してる？魔物化しても忠誠心マックスなの？黒狼団、ルピちゃんを信仰してるだけの団体なのでは？みんな逃げていった。アルカム平原ではルピちゃん最強かもしれん。お、酒を隠してるって。自分で飲むでもなく、黒狼団3周年記念パーティーで振る舞うために。ルピちゃん泣いちゃうだろ。そんなのけなげな。人望ありすぎだろルピちゃん。もうアズランさんを摂政から解任して、ルピちゃんを新摂政に据えよう。それでカノン王国は復興するで、劉備的な君主になれるよ。いかん、つい黒狼団近辺を堪能しすぎてしまった。ぼちぼちミルトン方面に向かってます。看板を書き換えた。道に迷ってた思念がいたのはお前のせいかよ。ただのいたずら小僧じゃんね。矢印を真逆にしただけだ。なんてしょうもないいたずらなんだ。ミルトン川を越えて、ホーマの塔出現に偶然居合わせて速攻で魔物化しちゃうの。なんてかわいそうな。お、オーブを取り外せるぞ。アズラン研究所で手に入れた金槌の出番や。ああ、幻覚で塔を隠してたんだ。幻覚と看板いたずらのダブルパンチで誰も来れなかったんだ。ホーマの塔に入れたぞ。散々噂で聞いてたとこに入れるとテンション上がるぜ。ミルトン側とも開通した。前は壁やんけって行き通ってたけど、ちゃんと扉があったのね。お、ボルドさんの話だ。体つきがいいな。詳しい取り調べを行うってセリフでエッチな展開しか想像できねえんだわ。ボルドさんの低層が危ない。3階より上は関係者以外立ち入り禁止らしいんだけど、なんかあるんじゃないの？おわー。
また黒い扉じゃねえか。悔しい、悔しいです。どこにあるんだ黒い鍵。じゃあ宝魔の塔の探索はここで中断ってことで、尻切れ感がすごいわ。ってなところで今回はこの辺で、よければフォローやチャンネル登録よろしく。